お疲れ様です。ャンタでいいす、はい。今日はですね、えー、こちら、4月のアップデート内容を紹介する生放送の質問を募集していたので、こちらどんな素敵なです、ね、質問がたくさん集まっているのかなというのを見てみたいと思います。まあ、さぞやですね、この部署出ますか、あの部署出ますか、全国版いつになりますかみたいなですね、そんな質問が集まっているんじゃないかな。みんなでですね、信長の野望、 波動大好きな人たちの、はい、声を聞いてみたいと思いますね。はい。まあ、僕のはともかくとして、僕もですね、いつも面白いです。あの、最高です。って書いてますね。はい。じゃあですね、まあ、この方ですね、FF 内のこの方、信長の野望、波動やってますさ。もう、信長の野望、波動ウか。愛があふれてます、ね。読んでみますね。生放送で、毛利元成は秘伝で対策しろと言いました。現状、同詞討ちの警戒の秘伝を集めるために、RN を崩さないといけません。 秘伝するための RN を獲得するためには現状一般投与のみ。しかも1日10回しか引けません。これでひでをつける対策しろと言われても納得いきませんと書いてますね。どういうことかというと、まああの、一般投与の人たちを崩さなきゃいけない。普通 RN ってそんなにレアリティが少ないので、まあまあまあお金出してですね、ガンガン引く人多いと思うんですけども、逆にこの RN ってかなり貴重なんですね、このゲーム。何気に。 RN って弱い武将たちなんですけれども、秘伝の元としては非常に有用なので、それをですね集めるために、その貴重性がより際立ってるかなというところなんですけど、それがですね、はいなかなかゲットできずに、も毛利元には対抗できない、そんなものをですね使ってやれってれても困るんだよみたいなところですね。<laughs> はい、まあ、毛利元なりが強いっていうのをですねたくさんいただいてますね。 うんまあ、毛利元就強いんですけど僕その強さもそうなんですけど数がね何といっても,も押し込まれてる、まあ、僕やられる側なんで数で押し込まれてることが多い側なんで、まあ、毛利元就以前みたいな感じで本当弱くて申し訳ないなっていうところなんですけど、まあ、武将の能力で差がつくんならマシの方で武将の能力以前に何やってるか分からないうちに数で押し切られて負けみたいな感じなのもよろしくないなと思ってます。はい えっとですね、まあ読んでいきますね。このローディングの長さ改善ありますかというところでですね、何をするもいちいち長くて嫌になります。まあこの方だけですよ。そんなですね、ローディングが長いなんて人いるわけないじゃないですか。僕 PC でやってますけどサクサクですよ。はい。スマホは確かローディングよく出ますけどね。はい。とはいえローディング長いってこの人だけかなと思ったら、続き、重くて量子になりませんって、お前もかーいって感じですね。はい。まあ、ロード時間を短くしてくださいみたいな人が多いですね。 はい、サクサクぬるぬる動きたいですればってでよろしくお願いします。新イメントにまずそこから。重い人多いんですねあの。僕もね、前重いよねみたいなこと言ったら、いや、PC 全然大丈夫ですよって言って、まあ、確かに PC 軽いんですよ。はい、だから、サーバーの重さ軽さじゃなくて、 なないのかなと思ってどっちかと言えば、この性能、スマホの性能のせいなのかなと思うんですけど、スマホでサクサク動かないっていうのは、かなりプログラムとしてかなり強いのかな、多いのかなって思いますよね。まあ、スマホでやってる人が割と多いゲームだと思うんで、そこでヌルヌル動かなくて、PC の人はサクサク動くっていうところはですね、ちょっといけてないかなと思いますよね。早押しとかで負けちゃうわけですからね。で楽しませてもらってます。ありがとうございます。本当にね。 もう公式中の人って結構、害虫パートナーの会社がやってることが多いんですけれども、その人たちも結構うーんって眉を悩ませながらですね、この一連の <laughs>、このね、見てると思うんですけど、それをですね、癒す。いいっすね、これ、なんですか、ブロッコリーですかね、それともあのパセリですかね。はい。で、まあもう、パセリのように、こうね、さっと。 口をさっぱりさせてくれる。こんな素敵なツイートもありますね。ここからまた重いのが続いていきます。新シーズン開始1週間前くらいに1問単位で大名家を選択する仕組みにして大量のログイン集中を避ける工夫をしてください。まあそうですね。渋滞、回避を何とかしてくださいってところですかね。シーズン3では1問ランキングを生かしたサーバーインを希望します。結局今のまま初めて同じことを繰り返しますっていうところですね。まあ、うん、互角の戦いができないっていうことですね。 まあ、それはそうですね。秘伝を1部章あたり2から3習得できるようにしてほしい。あ、これめっちゃくちゃ僕そうですね。これ結構採用されるかもしれないです。秘伝を1部章あたり2、3個習得できるようにしてほしいです。そうなんですね。僕結構1つの部章を育てるのに1個割り当てたら他のが割り当てられなくって、A にしたら他の秘伝当てられないです。もったいなくて使えないですね。僕、エリクサーとかあるじゃないですか。ゲームの。あれ最後まで使えないタイプなんですよね。もったいなくて。だから秘伝も、 1一個つけたら他のつけられないと思うと思ってなくて1個もつけてないっていうね、かなりよろしくない状態になってるんですよね。これはちょっと2つ3つはつけさせてほしいなとは思います。確かに。これ僕だから僕しかなですから、ね。1位僕しかついてないわ。<laughs> で、この重たい環境を改善する予定はありますかありませんかまあ 僕ちょっとタガピーなつもりで答えますけど、うんまあ、皆さんスマホの方でですね、重いという声をたくさんいただいているのはあの認識しております。まあ、この問題をですね、はい、うまく解消できるようにあの、えい、努めていきたいと思いますので、しばらくお待ちくださいというところで、まああの、隣に声優さんが、皆さんの声届いてますよ、あの改善されるそうなんで、みたいな感じのですね、丸い感じの話が進んでいくんじゃないですかね。はい。えーとですね。 創屈イベントのアイテムに課金しました。全く動作しません。あ、そうですね。創屈イベントは、あの、行ったまま帰ってこないという大爆笑な、はい、あの、バグがあったそうなんですよね。楽しかった。でも人数差おかしすぎてゲームにならないのですっていうところで、過去形ですね。楽しかった。好きだったと同じですもんね。あなたのこと好きだったって言ったら、もう今そうじゃないっていう感じで、楽しかったっていう、人数差おかしすぎるっていうところでね。うん、まあ確かにね、っていうところですね。 えと次はどの武将が新しく焼き増しされますか追加されますかじゃない焼き増しっていうところは悲しいですよねそうなんですよね武将のできってるわけじゃないのにまた信長を次のシーズンに出してきたっていうところがちょっといけてないなっていうのは個人的に確かに思いますよね、まあ、信長が弱いまま、まあ、強いて言えば、まあ、そうですね、まあ、信長ありか、まあ、信長はいつまでも最強の存在でいてほしいっていうところは信長の野望なんであるのかなとは思うんですけどね とはいえね、とはいえ UR というか、とか SR のダブリ出すにはちょっと早いだろうみたいな。まだ部署がたくさんいるだろうっていうところは確かなのかなとは思いますね。はい。 質問、要望を聞いて取り入れるつもりありますかね改善してる部分が少しでもあれば希望が持てるけど、現状、火薬しかないですよね。いや、違うんだって改善してると思うんですよ。このゲーム。かなり改善してると思うんですけど、それが裏目に出てるだけなんです。もう、誠意を持っていろいろ潰して告発機能だって僕らが言ったから取り入れてくれたんですよ。取り入れたけど、それが、ね、あの、うまく。 反映されないっていうね。旗の数を増やせって僕らの声を聞いて旗の数を増やしていただいても結構誠意のある対応していただいてるんですけどそれは全部裏面に出てるだけなんですよね。っていうところではい。動線が追いつきません。まあ、そうなんですよね。なんか頑張ればなんとかなるっていうところでは制限がですね、なかなか。 うんあるぐらいこの、はい、銅線足りないなってのはめっちゃ分かって最近もう銅線使ってないです。もったいなくて。もう本当にエリクサ使えないタイプなんで、かっこ今日2回目なんですけどね。重たすぎる。分かります。重たすぎますよね。マジで重すぎますね。はい。うーん、なんか、大量のフ赤をなんとかしてください。制裁システムをど,どうにかしてほしいって。 福岡をどうにかしてほしいって、じゃあそのための制裁システムだよって答えるところを、制裁システムがおかしいって、その2行目でね、ワンストライク、ツーストライクっていうところでね、三好、上杉系以外の大名が勝ってる差はあるのか知りたいです。武田が勝ってる世界性があるのかって。最後変化球でね、三振を取ってきたっていうところですね、なかなかで。はい。 労働時間が長いってめっちゃ声がありますよね。もう、カエル男さんはものすごいですよね。<laughs> この状況に対しての考えを知りたいですって。いや、すごいな、これ。松永家が圧倒してますけど、武田家が、いや、武田家ですね、この方。もう本当、武田家に入って損してるっていうところで。うん。なんかこういうのに対して、 選んだのあなたでしょっていうね、なんか自己責任の僕好きじゃないですね、自己責任の範疇を超えてるっていうところがありますね。まあ、すごい素敵なファン,エンですよ。ファンへ初めて見ましたよ、信長の野波動の。ファンへもっと溢れてもしょうがない,い,い、いいと思うんですけどね、なかなか。はい。めちゃくちゃもう、やっぱね、みんなね、おっさんが多いから嫌味が多いですね。嫌味がうまいっすわ。あのゲームのリアル感を出すために、すべての会話、すべての先に3秒間の労働時間をつけてください。 波動の世界を再現してください本当にいい闇ですよね。素敵だなと思いますね。上、生放送やるなよ。今の2シーズンの現状をこうなってますって、スライドショーで2シーズンの各サーバー見せてくれよっていうところでね。あ、いいっすね。なんか、三国志波動でやってましたよね。このサーバーではここが強いとかね。なんかそういうね、ランキング。なんか、そうなんですよね。この部署使われてますランキングとか、あのどの部署が圧倒的ランキングとか見せてほしいですよね。どの部署使われてるランキング 確かに、すごい素敵だな、とは思いますよね。だ、そして、どのサーバーでどれか強いランキングっていうところで、はい、隠せない、もう、松永一強、上杉一強みたいな感じですね。うん 裏みつらみしかないシーズン早めに切なんでこんなみんな、やっぱね、信長のやぼほど愛されてるんですよ。信長のやぼっていうゲーム自体が。それが、あの、こっからちょっと嫌味な人マジで言うんですけど、信長のやぼって、やっぱ僕ら小学校の頃とかやったわけですよで。大きなソフトで差し込んで、なんか1万円高い金出してやって、めちゃくちゃ面白かったんですよ。 信長のも全国版とか、88からやってる人もいるだろうし、98からやってる人も p c や8で、覇王伝とかね、天正青春なんですよ、ある意味ね。だから、すごい好きなブランドで、まあ、渋沢高さんとかいたら、まじでみんな、なんか目キラキラ少年に戻ると思うんですよ。そういう愛を持って、このゲームを始めて、割とこうね、で、そして結構っていう、そういうなんかね、悲しみなんですよね、やっぱり。みんな愛があるんですよ。こういう、本当にあれやったらやめちゃってると思う こういう感じで何とかしてくださいっていうのはものすごい愛かなと思うんですね。戦略。やっぱこうまとめてみると、重いっていうのと戦力差ですね。本当に。他はどうでもいいです。いちいち長いローディングどうにかしてくださいっていうところでね。大名同士の付箋なんて、やっぱ今回はあれですね、重い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 ですよね。やっぱ思いが多い。思いが多いっていうのはすごい何とかしてしやっぱスマホ税は重さに苦労してる。 ですね。っていうところですね。また大名家のこの実力差ですね。この2つはやっぱり何とかしてほしいなっていうのはあるのかなと思います。<laughs> いや、でもまあね、まあ僕かわいそうだなと思ってたんですよ。こういうの全部答えなきゃいけない運営もとか思ってたんですけど、うん、なんか最近なんかもう、なんかもう、ね、ちょっとでも感じになってきましたね。うん、なんかいや違うんですよ、もう。 みんな愛してるなって思ったら、信長ネボっていうゲームを、そしてブランドを愛してるんであれば、僕も子供に戻るんですよね。もうおっさんっすよ。もう子供もいたりして。で、ね、なんか昔から信長が好きであの、友達と一緒にファミコンでやって、でそれでお前何兄貴だみたいな感じで戦って、で、ね、そういう子供の頃に戻った純粋な愛をね、ちょっとそこは誠意を持って、はっ。 しいなっていろいろ分かるんだけどね、僕もゲーム側にいるから分かるんだけど、ゲーム作るメーカーさんとか話すから、いろんなこと分かるんだけど、でもね、さすがにちょっとブランドを汚さないでほしいなっていう怒りをこれはちょっと読んでて、うん、感じましたね。そうですね、信長もう波動が盛り上がってくれないと、やっぱ信長屋もうね、YouTuber たちも盛り上がらないし、はい、ね、っていうところでですね。 よろししくお願いします、まあ、最後にちょっと出陣の話になるんですけど、まあ、信長の出陣、今日までが、うんあのーね、CBT っていうテストだったんですけど、これもまた記事に、僕、ファミツさんの記事も出して。 はい、これからアップされると思うんですけど、まあ、いくつかちょっと気になるなっていうところがあって、わりとこう、面白かったんですけど、また c b t だけあって、早めに飽きちゃいそうだなっていうのがあって、というのも、こう塗りつぶしていくじゃないですか、要す,すっげえ楽しいんですけど、家の近所の前に塗りつぶしたら、今度どんどん遠く行かなきゃいけないわけですよ。わかりますもうあの、新宿区塗りつぶしたら、次渋谷区、渋谷区塗りつぶしたら目黒区。で、多分一1週間したら、近くのこうね、区とかを全部塗りつぶしちゃって、 頑張るから楽しいから。そしたら、どん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 ハードルが高くなっていくんですよね。それが良くないなと思っちゃってて、一回塗りつぶしたくはもういらんわって感じになっていくんですけど、それかなり良くないですよね。もう、だって、ポケモンだって、近所とか回ってポケモンをゲットしていくのは楽しいわけじゃないですか。はい。なんか、近所もう回ったよね、ここ。もういらないね。色塗り。 の場,所ゲーな場所塗るのすごい他のゲームなく楽しいんですけど、一回塗った場所が不要になっちゃうから、どんどん遠く行かなきゃいけない、近くだともう楽しめないっていうところが一つ欠点とおっしゃって、あともう一つが武将を集めてるんですけど、まあ、今回あの武将をまあ何人か集めたんですけど、割とこうすぐ集まってって、まあ、面白いんだけど、面白みがだんだんなくなってくるんですよね。あの 一つ一つの部署にあのポケモン GO をやったことある方々なんですけど、なんか一つ一つのポケモンに個性があるんですよね、ポケモン GO ってよく見ると。あのなんで、もうすごい、あの、厳選っていって、強いのが出るまで同じのをやり続ける楽しさがあるわけですよね。はい。あの信長の野望を だけけじじゃゃななくくててポケモンだドラクエにもあるのかなな将厳選できないできいすよねだから集めていくとだんだん飽きてくるんですよ。だから総じて飽きが早いなって思いましたね。あのつまり一回回った土地でもやることがないっていうことと、まあ、武将の源泉要素がないっていうところですね。もしあの一つ一つの武将に僕の拾ったこのね信長の野望の信長にはなんと。 あの鉄砲の技能がついていて、しかも、電車の機能がついている、最強だ、俺の最強の信長ゲットした、お前の信長大したことないみたいな、厳選要素があれば、同じ信長でも楽しめると思うんですけど、なんか、どの信長もね、同じ信長なんで、そういう意味では、飽きが早いなって思います。めちゃくちゃ面白いです。めちゃくちゃ、あの、出陣面白いゲームで、よくできたゲームなんですけど、波動以上に、ちょっと飽きが早い要素が多いので、ここはやっぱり、 仕上げていくとこだなって思いましたねこれがちょっと飽きないようになっているんであれば、出陣化けるかなって思いました。あのもしそこはプラスアイディアラインだったら、めっちゃ最初流行るけど、やることないよねって、どんどん消えていくゲームになっちゃうかなって思いましたね。はい、といったところです。出、ま、陣、あ、と波動、違うように見えて、同じ、ね、あのゲームを題材にしているので、食い合うところもあるかなと思う。うまいとこね、家の中では波動、外では羊みたいな風にできればいいなと思います。 出陣、はいまあの方がちょっと家の中でやることが少なすぎたんですけど家の中でもできるゲームになったらマジちょっと波動食われるかなって思いましたねあの家の中でもやれることができたら多分雨の日とか暑い日とか外出ないじゃないですかそういう日も家の中で楽しめる要素ができてきたらマジでちょっとある意味波動やばいし僕はそれはそれでまあ出陣 YouTuber になるかなっていうところですねすいません、まあ、今日ちょっとこんな感じで雑談になりましたけれども はい、この信長の野望って素晴らしいゲームをね、今もうパラドックスっていうもうところがね、スウェーデンの会社頑張ってますけど、日本の会社はやっぱりここね、頑張ってもらってるんで、小江さん、ぜひぜひ、小江テクさん頑張ってくださいというところです。すみません、ありがとうございました。長くなりました。すいません。失礼します。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。